はい、お疲れ様です。山です。素晴らしくこの世界続きやっていきます。さあ、ちゃんとね仲直りできたし、物も見つかったんでいきましょうか。あ、もう触れらんないんだね。いきましょう。ここか。はい、はい、てかね、やっぱ BGM いいね。好きですわ。見つけた？うわ、ビートなんだこいつだけ。なんかすごい積極的に絡んでくる。まあ目的があるのはわかるんですけど。はい、命乞いじゃないんだけど。はい、会話になんないね。マジか。はい、了解。何すんだよ、何すんだよ、何すんだよ、トロイゼ、何すんだよ。さあ、このね、スリーウェイショットが、おお、トロイゼ。こんな感じになってるんで。はいはい。どうだ、体力やばいかな。ちょっと体力やばいかもね。こっち来い。すれ違いざまにちょっと危ないかなと思ったけど大丈夫でしたね。うん、油断大敵。車や看板等の障害物をタップし複数かた後に空間をタップすることでその障害物を飛ばし、あ、いいんじゃないこれ。はい、やばい。おいおいおい、やる気あんのかよ。おめえの攻撃全然痛くねえぞ。てかむしろかゆいぜ。はい、あー、これなんか意味あるね。ね、でもある程度までは本気で戦おうとはしてくれてますけども、でもなんかあえて見逃してる感はありますね。あ、本当？本気で消しに来てんだ。なんか落ちてる。鈴。あー、これはライムくんのやつかな。だよね、ライムがつけてたペンダント。限定ものだったんだっけ、なんかすごい言ってたよね。うん、まあ事情はありそうです。なんでしょうね、そこら辺の目的がね分かってくるといいんですけども。さあ、渋急やつ行こうか。なんか構ある、リアルライフショップ。いらっしゃいませ。 CD だ。マジックテープの財布だ。庶民の財布だ。商品、え、最大で999,999円まで所持できる。え、普通の財布じゃ無理なのかな。レア見たらそんな高いんだ。へえー、そうなの。ちょっと買えな、なんだろうね。いや、異常に安かったり数百円で買えたりするものもあれば、まあまあここだからね。はい、まあそういうこと、いろんなもんがあるってこと、ね。うん、ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。お、ヨシュアの攻撃力アップ。ああ、
これもね、たくさん手に入んないんだよね。うん。あ、これは、あ、100円で買えるかと思うか。ディップスです。まあ、状態異常になることがあるよっていう。あとは、あ、まあまあ。そんなに欲しいものはないかな。いらっしゃいませ。サイキックの属性、ああそうなんだ、属性があるんだ。あとこか。貴重品がやたら多いけどね。なんでこんなとこに売ってんの。ヒマラヤ山脈でしか採掘されない貴重な鉱石、いやあるか。なんかたまにあるんだよね、こういうとこ。鉱石、なんかでっかい鉱石をねただ置いてるっていうの。しかも売ってんだよ。買えちゃうって。いらっしゃいませ。薬、うん、食べ物か。消化したら防御力が2アップ。バーガーとかよりも多分消化メモリー少ないよね。だから使いやすいと思う。あ、勇気20とかめっちゃでかいよ。で、消化メモリー3だからすぐ消化できるし、いいね。まあ高いから買えないんだけど。お待ちしております。はい、いいね。はい、じゃあ行こう。どこに行くんだっけ。今日の目的がよく分かってないね。ん？放課後はいつも宇田川町で過ごしていた。はい。友達はどうだろう。全くいなかったわけじゃないんだよね。いて、友達がいて、いろいろ関わっていくうちに嫌になっちゃったみたいな流れだよね。ね。話してても楽しいやつなんて周りには一人もいなかった。あ、そう、ん、このアンダーグラウンド、まるでネク君みたいだ。うん、あ、そっかそっか、渋谷以外にもアンダーグラウンドがあるんだ。へえ。うん、あー、なるほど。てかね、やっぱ BGM 好きだわ。はい、うん、それぞれが独立していて関わらないっていう部分がネクに似ていますっていうことですね。うん、うん、他人に興味はない。他人と話したって何もならないし理解もできないと思ってた。え、そんな時このキャットが描いた壁グラを見つけた。はい、うん、うん、あ、周りにね、左右されないで自分のね、価値観だけで動けばいいんだという。今を楽しむためには自分が見える世界を広げなきゃならない。それね、うん、うん、お、了解。
お、ネクがね、だんだん変わっていってますね。自分の世界だけじゃね、限界があるから、他の人と関わって、知っていこうっていうことですかね。いいね。お、いた。ん？三意志、奥に向かう。3500なく。一旦隠れるんだ。何してんだ。やし、あ、やしろに。うん。準備は整った。え？はい。うわ、なんか召喚してんじゃないのこれ。ね。血色？うん。ああ、そっかそっか。ヨシアの意識にあったネクの倒れてたっていうイメージ。あれを聞き出すいいタイミングだよね。ああ、かぶった。はい、ゲームマスターはミッションも出さずに何してたのって。上に連絡しなさいな。あー、南本さんが作ってたんだ。禁断ノイズ生成人。マスターが作ったわけじゃない。あー、いや確かになんか変だよね。上書きしてる感じするよね。消してたのかな。ん？違う。わかんない。あれ？俺はパス。報告はうずきに任せるわ。うん。なんだ。でもなんか元からできた陣になんか上書きしてたようにも見えたけどね。違うのか。どこだ。わかんないな。最高レコード。いらっしゃい。いらっしゃい。すげえ。客か？BGM ね。あ、終わりの始まりわかる。なんかこういう歌詞の歌あったよね。誰だ？忘れたけど。でも買ってもいいかも。いやかしいっす。すいません。マイルドボア本店。いらっしゃい。はい、いやかしですね。お客さんやるね。やるね。デッキ？あ、これ持ってる俺。ね。なんだ。スケボー売ってるね。サンフランシスコ。はい。まあ買わないですけどね。はい。壁蔵ね。はい。キャット
キャットが書いたんだこれ。ね。ネクがや、ん？思考の中って、待てよ。こいつが俺の死に際に関係あるって勝手に決めつけてたけど、俺の死に際に関係しているという証拠もないよな。うん。あー、まあイメージですから。うん。いつだよ。ね、言っちゃえばいいのにね。もう聞いたら聞いたらなんか一気に話進んじゃいそうで、まだやっぱ怖いっていう部分があるのかな。さあ、ヨシア君に対するスキャンは多分これで、最後になるかもしれないけどね。でもね、多分悪い子じゃないと思うんだよ。まあまあやってみようか。はい。どうですか？え？いや、悪い子じゃん。あの銃は、死神が、人間をね、アンダーグラウンドに連れてくるための銃だよね。あの、宇月さんが持ってたよね。で、ちゃんと明確な意思を持って撃ったよね、猫。ってことは？あー、そっか。ね、でもなんかから逃げてたようにも見えますけどもね、ヨシア君は。生前から俺を知っていたのか。多分そうだよ。